皆さんこんばんは、和道です。2018年2月の21、夜中の2時33分です。よろしくお願いします。普通にしてて。タバコ吸っていい？すごいだろ。引くだろ。これが引きこもりの部屋だ。彼女は他の部屋にしてくれって言ったけど、俺がもう無理言って枠をつけさせてもらいました。やばいよ、本当。心霊スポットじゃないです。 これでね、多分ね、俺が知ってるね5倍ぐらい綺麗になってる。ここ全部埋まってたからね。なんか手伝おうか、のんちゃん。大丈夫？のんちゃん、コメントが面白いんだけど、心霊スポットですか？あれ、Wi-Fi 切れた？あれ、Wi-Fi 切れた？いや、掃除手伝ってもいいよ、全然。電波プスか。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。灰皿どこ？灰か、これか。逃げちゃった？ベッドの上？あ、こっちか。さっき俺じーっと見つめられたけど。逃げた。いや、なんかもう汚すぎて土足でいいことになったらしい。
電波がダメだな。なんでだろう。なんで電波ダメなんだろう。あ、治ったね。治った。電波がね、ダメだね。見えてる？見えてる？見えてない。来た？ライラはこの人入れんの？どっから入ったの？こっちから。おぉ、かわいい。俺が嫌なの。そう、のんちゃんっているときはのんちゃんと普通に会話できるんでしょ。してあげるよ、うん、せっかく広いんだから。そうそうそう、電の子は俺の家にあるから大丈夫ね。えのんちゃん、うん、俺のこと殺したらダメだよ。でもこの部屋のんちゃん似合うよね。こうやって一人でいつもいるでしょ。どうやってネットやってたの？ちょっとやってみて。どうやってニコ生やってたの？ここにこれで。ここはあれじゃん。うん。こうやって。うん。開けて。うん。ここで香川さん見てたの、うん、こうやってこうやってニコ生やってたんだって。こうやって10年間引きこもってたんだって。ここでこうやってカチ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 これが彼女の10年間。うん、わかる。これが彼女の10年間いやいや、これでもだいぶ綺麗になったよ。これ5倍ぐらい綺麗になってるよね。そう？うん、これだいぶ綺麗になってるよ。うん、あ、電波また消えた。おのりこの家、TMT だ。のりこ家ドヨーンとしてるっていう確かになんか心霊スポット配信みたいな、うん、どうしよっか。終わった？うん、終わった。勝たないダメだよ。のんちゃん何ミルクティーこんな飲んでんの全部ミルクティーなんだけど。のんちゃんこれ飲みすぎだよ。体壊すよこんなことやってたら。全部ミルクティー飲んだけど、ミルクティーしか飲んでないじゃん、うん、全部ミルクティーなんだけど、こんなか全部ミルクティー。脳に糖分を送ってんの。こんなことやったらガリガリになっちゃうよ。ダメだよこんな生活。
歯がガリガリになっちゃうんだよ。ミルクティーしか飲んでない。何にも食べないんだよ普段。ダメだよ。ガチニートだからな。俺があげた服は、あっちのタンスに入ってる。一回も着てなくな着ていったじゃん。一回着た？あれ嫌なの？寒いの？寒いの。あ、これ捨て頃のチケット？片付けする？仕上げようか、今。え？やだ。片付け仕上げなってみんな言ってるよ。やだ。出かけようよ。出かける？やだって。俺優しすぎる？いや、だからいつでも掃除してあげるよって俺言ってるよ。俺は。でもこれだいぶ綺麗になったよね。いや、頑張って片したよね。ちょっとあと20分放送やっていい？いただく。綾波レイの部屋を超汚くした感じだよね。 この無機質な感じすごくない？この感じ、綾波レイを超汚くした感じ。汚い汚い汚いっつって。ロフト見せてロフト？ロフト、これ手作りなんでしょ？ロフトっていうか、これ手作りの ここで寝てたの？のんちゃん自分で作ったの？すごいね。これロフトなの？いや、俺んちより全然広いよ。12畳ぐらいや、床とかすごいよ。あ、なんでこれ電波ダメなんだろうな。連投やめて。いや、だから俺はなんか野田ゾーリとかよっさんの部屋の方がもっと汚い、よっさんの部屋よりのんちゃんの部屋の方が汚いよって言ったじゃん。前から言ってたじゃん。あんなの優しいよ。座っていい？どこ座れる？ここ。あれ、俺映ってない。ライラと遊びたいな。ライラ来ないかな。ライラは無理だ。どうやって入ったの？入るスペースがあるの、下に。見て。ライラ。
り見ないであげて。どう？俺には懐かないかな。あんたにしか懐いてないから。そうそう。俺は無理かな。うん、厳しい。俺がいなくなったら来るの？みんなここで寝るの。嘘。俺いなくなってみていい？それでもしばらく多分。30分ぐらい。かかっちゃう。水変えてあげた？うん。餌は？あげた。くれた？フィリップとモモはどっかあっちの方に消えた。どうしたの？どうしたの？ねえ、ライラはのんちゃんといるとき普通にワンちゃんの普通な感じの。どうやって最初仲良くなったの？分かんない。最初から普通に仲良かったの？うん。のんちゃんの絵ないの？のんちゃんの絵ないね。こっちはないの？うん。作品はなんか1個ぐらい、うん、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。